ホーム、シーダ駅は、福岡県築城郡築城町大和技シーダにある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。築城町の代表駅であり、特急以外の全列車が停車する。単式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。日報本線の東側に、駅本屋が存在し、本屋に面したホームが、下り線乗り場、 五線橋を渡った先の島式ホームが上り線の売り場である。かつては一番線と島式ホームの間に抽選があった。ホームは2006年にかさ上げされている。JR 九州鉄道営業が駅業務を受託する業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されている。自動改札機は設置されていないが簡易守護が改札機とチャージ機が設置されている。 主語化の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2020年度下半期から放送されている JR グループの CM、日本をつなぐ物語、親父のいる駅ペンのロケ地となった。北九州の通勤通学圏内にありラッシュ時には、小倉方面を中心に多くの人が利用する。築城西高校の最寄り駅であり、 朝夕の時間帯は高校生で賑わう。ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、24ページ。鉄輪、P221、鉄輪、P57、鉄輪、P65、鉄輪、P181。10駅に緑の窓口設置へ。 JR 九州、交通新聞、P1、交通新聞、P1、守護課利用可能エリア、九州旅客鉄道、平成28年3月26日時点。日本をつなぐ物語、親父のいる駅ペン YouTube ハット、取れたび日本をつなぐ物語、交通新聞社、2021年2月13日閲覧、駅物乗車人員上位300駅。 九州旅客鉄道。2019年3月10日閲覧。駅物乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年7月27日閲覧。駅物乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月24日閲覧。九州の鉄道100年記念施設林のとどろき九州。鉄道100年祭実行委員会。 百年史、編纂部会、九州旅客鉄道、1988年、初版、ありがとうございます。